方も出ましたご存知味きた道中すごろく振り出た際は今日大阪の膝くりげあやじさん金田さん向こうに見えるは京都じゃないか鐘が鳴る鳴る寺の祇園の舞妓か舞妓の祇園か揺らぐぼんぼりあの花吹雪やれさほんまに夢心地あやじさん金田さん江戸を忘れて遊ぼうじゃないか招いていますよ振り袖が旅に疲れた振り分け荷物肩に重たく仰げば空にお前も流れる白い雲ヤジさん、金田さんそろそろ泉へ急ごうじゃないか山の向こうで呼んでいる肩も出ましたご存知味きた道中すごろく振り出た際は今日大阪の膝くりげあやじさん金田さん向こうに見えるは京都じゃないか鐘が鳴る鳴る寺の鐘ああ京都だ来たぞイメザメの鐘は強い起きてみたまえ紫の水なんだっけな知ってるべ今日の名物、うん、知ってないまず神社仏閣、うん、それから公家屋敷に鴨の流れそれからそれからあとえ三水が張りにの、うん、それから四条の芝居に東山そうだろはあ、それからあと八つ橋があって千枚漬けにすごきさんそれからとそれからあそうだあ一番大事なことを忘れてた東男に今日女って言わはあ、ああ女だああ女今日の女かおいしんどいしたらな。
んな。え、先輩だ。いくらでも見計らってよ。え、お、あのね、少ないほどいいんだぜ。え、まず1号。はい、どうに。木田さん、少ねえほどいいは少し江戸っ子らしくなかったな。しかも好きな女の子のうちでよ。そこが遠望信者のあるところさ。え、渡りがつくまで通うつもりだよ。だがな、いつになったらこいつをいくつ買ったら渡りがつくことやら、まったく気がもめるな。本当だ。通い詰めたるこの気持ち、わかってくれよと思ったに、あーそれなのにそれなのにね、たまるのはたまるのは油ばかりだよ。おい、あれあれ、名前だな。神参りは表向きや。隠したかってあんた空き家へ暇へんで。隠すって何を？それを当てに言わせるのですか。神参り中と表へ出といんどい、どことで会う手はずができてんのや。あの白状しやはった方が。亀八さん、何や、何言うてんの。おこらしい。何、白状とは何やねん。お嬢さんに向かって何ちゅうこと言うねん。それやないか。ねえ、旦那に代わって小僧の示しをつけるのは番頭の役目やない。小僧の久松がお嬢はんを連れ出すのを黙って見ていられるか。何やって、久松の方がどうしたっちゅうねん。うちら何のこっちゃ分からへんが。何のお嬢さん、どうだわ。考えるちゅうて表へ出てんどい、どことで危ねや。隠したかて飽きゃしまへんで。さ、帰りまい。何すんの。帰りまい。お家のためとせ、行きまい。この人助め、お前どういとって。さ、行きまい。帰りまい。行きまい。やろ。ほら。おらん中で今のダマは何だ。女捕まえて無定を働くとはクズのクズだぞ。吹っ飛ばして青天井突き通すことね。あんたら一体何や。いや、そくそくな取らしやがって、あんたらと何であんたらと。え、それで石の子なんかしてみろ。君の気持ちはバラバラだ。その体が真っ当なうちにな。はい、蹴り。来るぞ。来るな。背中をしゃぶるぞ。このままどっか連れて行って、あんな亀八みたいなもののいる
私帰るの嫌だわ。そんなお染さん無茶言うて。そんな無茶って私嫌。そんなお嬢さん嫌だわ。嫌。ほんまかいな。疑われたりしたらこの亀八がかわいそうとすがな。あれが不良の仲間とすわ。その心身が二人でな、この忠義一途のわてをどづくやら蹴るやら。そら無茶やがな。そしてな、我はあの茶瓶のスパイやっちゅうてな。何？え？茶瓶？ええ。ほら。ええ。わてがいたんじゃおへんのや、うん。あいつらが申しましたんや。うん、あれは石部金吉のハゲ茶瓶や言うてな。そしたらどうでしょう？おそめはん、いやーって言ってな、手叩いて喜んでありますわ。何？ええ、うちの親父にはハゲがあるって言ってな。られているゆえに口説き文句は覚えたが、陽気の加減で気が変で、私があなたに惚れたまま、あなたおいよ慣れぬ恋ゆえ、その後の殺し文句が出てこない。現実は悲惨なもんだ。ああ、この上まだ油買いをやめられねえたなんて因果なことだ。おい、例の番頭がいちゃまずいな。ああ、それで。
願いがあるお願いが。あんた方男と見込んで、ちょっと頼まれてほしいんです。ちょっとこっち来て。さんには暇が出ますし、お染さんはかわいそうに蔵の2階に閉じ込められて。蔵の？私も危なくお暇が出るところ、私まで急にいなくなったら、お染さんが舌でも噛み切らはったら大変や言うて置いてもろてるようなわけです。なるほどね。何しろお染さんは私がこの世にいなんだら生きているかいあらへんと言いやすし、私かてその気持ちよう分かってます。お染さんがいなんだらこの世に生きている望みも楽しみも。ああ、分かった分かった。で、おめえさんの頼みってのは？はい、ただ一目。あったあったあった、皆まで言うね。江戸っ子明かりが早いや。おすみさんに会いて言ってんだろ。よし、この俺が直してやろう。その蔵ぶち壊して。そんなあんた、ただ一目会えばよろしいので。じゃあ、このヤギさんにな、うまくやってもらえね。俺はこいつ預かってやろうな。お得意先へ届けないんだろ。すみません。それ心配すんだよ、分かってろ。おへえ、こんにちは。おいでやす。何差し上げましょう。いや差し上げんじゃねえんだがね。おいらの行き先ってどこなんだよ。へえ、いや、へえじゃねえよ。ねえ、おいら一体これからどこ行くんだよ。うち行きはりまんのどす。それが分かってる上なら何も聞きゃしないよ。お、早く変な。お、おいらが見張ってってるからな。合図をしたらすぐ逃げるんだぜ。すいません。誰？あ、久松。お染さん。早くそこ閉めて。会いたかった、会いたかったわ。いつも何をしてるか知らんと思って心配してたの。でもよかったわね、よく来られて。辛抱できんな。木田の野郎、分のいい役に回りやがって畜生め。おめえだろ、これ頼んだな。え、おお、ちょっと、やめやさん、なんだろ、この油頼んだのおめえだろ。え、あるかいな。ねえ、ひさま、いつまでもこうしていたいわ。いつまでも、いつまでも。本にそれがでけたら、お染さん、わてらこの先どうなるんでしゃろう。そこまで言わないで。せめて二人でいる間はそこまで考えないことにしようね。じゃあ待って、ちょっと来てごらん。はい。ほら、あそこに見えるだろ、枝っぷりのいい松。わかる？はい。ここに閉じ込められてる間、あの松をお前だと思って毎日毎日話しかけていたんだけど、ダメね、何とも答えてくれないんだもん。そんな時決まって私は歌を歌うの。少しでも心が晴れないかと思って。貴様、お前らし私のこの気持ち分かるだろうね。はい。窓の青空を眺め
的に。困ったな。おい、こんな儚い恋なのに、あなたは気弱い恋の鳥。もっと何とか言わなくちゃ。ねえ、話さないわよ。ばかりでその後の別れの言葉を探してる。あなたの気持ちが憎いのよ。何にも忘れてこのままで。されていつ来るの。私は悲しい恋の鳥。あなたばかりが頼りなの。黙って別れて行かないで。ねえ、話さないわよ。おい、早く逃げねえと危ねえぞ。はい、はい、いはい、ただいま。また来るのやめ。きっと参ります。北松さん、はい、はい。いや、行っちゃいや。おい、頼むよ。おい、早く来てくれよ。ほら、おい、おいら逃げるぞ。我、またお嬢さんを引き出しに来よったやな。冗談言うね。言い訳は聞かへんで。女の腐ったみたいな子出して今呼んどったやないか。もう一遍打とうてみたらせ。打ったい、打とうてみ。何をよ、こら、あいつ、てめえらに舐められてろ。このガキ、かなら、こら、弱音を吐くような兄さんと兄さんの違うんだ。このガキ、見損なうな。土地面屋の八次郎兵衛は知らねえか。これ、ようもひどい目に合わせおったな。ハゲ茶瓶の石部金吉のと、どの口で見せたか。さあ、このせい、さあ、このせい、ね、もう頼むよ、頼むからさ。ただ、粉油もらってくれりゃそれでいいんだから。もういいねよ。頼むからね、あの、気前よくこれもらってくださいね。別に銭をくれって言いやしねえんだから。昨日以外だったあんた、俺らほってしまってよろしいおめんか。あ、そうか。けったな人な、この人。ああ、京都の油よくよくたたりやがら。今日の女のあだ名だけ、けてしぼり濡れつばめ、飛んで帰ろうと思ったに。畜生、京都はもうコリコリだな。まったくひでえ目にあっちゃったな。そう、遅れた時間だけでも取り返すつもりで予定のスケジュールをどんどん進行させようで。おお、そのことそのこと。大阪行きの船乗り場はまだかな。今日の夢は大阪で、かましてやりましょう、さっぱりと。こんなひでみがするじゃなき、くよくよするな、気にするな。さつきの恋の吹き流し、おいらは江戸の寒暖と。こんなひでみがするじゃなき、くよくよするな、気にするな。
おいらは江戸の神田子、おいらは江戸の神田子。処理2問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 
寝つけ使って喜んでるのと潜れないかい。いちゃもんやないかい。何もしてくれるか。おう、ここここ何をだけんに。おう、潜るとなんだよ潜ると。え、口をつかねえのは一体どうしたってんで。天下通用の金目の家一体どこあるんだ。おう、くねろ、俺っちの目から見たな、こんな北に腐った魚二足三文で。へっ、江戸前のもっと土屋の値段がつくかい。くねろ、おう、思ったとおり日本の言葉で言ってどこがあるんだ。えしょうがねろ。へおう、モグタなんだモグタ。ここなめんなくなる、もう一回言ってみろ。そうで、もう一回言ってみろ。えい、こんな贅沢どもの真ん中でな、江戸っ子の名前に傷をつけられちゃったまっちゃいらんねんで。えい、こんな雑魚ば踏んずぶしちゃってな、この泥臭い魚の中に俺らはみんなうずめてらなくっちゃ勘弁ならへんで。さっこい。えい、親子の縁の薄いやつから先にどんどん俺っちの目面出しやがれ。おう、どうしたんだどうしたんだ。はっきりしろはっきり、なんとかいねえ。え、おい、みんな流してねえ、こんなやつら入ってしまうかい。そうそう、こらこらこら、なぜだこら、いべえ、こら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 、やったんだ。
ったんてね、その口が怖えや。ほんまだっし、ここのもんはね、みんな江戸の人が好きだんねで。何をしてねんが、早いで持っといてんかいな。あ、早い持っといて、早い持っといて。早い持ってこないかんで。ここの餅でないものみんなおいでんか。どんどんと持ってこないかやないか。でみんなサービスしてやん。でな、チップはね、わしが出すねんさかいな。どうですか、もう一回。すまねえ。木田さん、まるで有名だな。有名だよな。いらっしゃいまし。おい。お、どこ行くなんで、どこ行くなんで。いや、俺はその、別にお話始まってんの。パッピプッペ、パッピプッペ、パッピプッペ、ポパッピプッペ、ポか。おい、あの野郎行って、なんで。あれだったよ。あれ、あんた、関越帝一家のクリマルだがな。うちの親分と縄張り争いの相手だが。親分、ここにやす。あ、紹介するわ。ほら、今度な、うちの用心棒に来てもうた、正座伊佐美先生や。どうぞよろしゅう。今宵の虎徹は死に飢えて。サボまんな。いや、今宵の虎徹は死に飢えてまんな。何？いや、ほっときなれ。こいつ、学校もおめへんさ、来ないように。まじで、かけなよ。親分、今日お高藩、口説きに来ても飽きめへんで。なんでやねん。お高藩、今日休み出すわ。お高藩休むか。あかんわ。いろいろ。えらい、あんたまた現金だんの。そうやないかやな。お宅休めろ。こんな無駄口に一刻もらえるかやな。おい、どぐろの持て。何？どぐろの出られや。言うたことした。なぜ俺とこの店へ蹴ってきた。そうやないかやな。またこの機械打ってないからどうやこれ。まあそこもあるけど。うまいのやっちゃな、こいつ。うまいなられないやっちゃな。何？なんじゃ。ちいちいパーパーの下切りスズメ。もっぴんすみ。なんで、下が前歯届かんくせに、その代わり下構えてええわ。先生、これ何度言うとこへ、これ。よいの虎徹は死に飢えている。サボまんない。そうすると、おいらたちに、栗丸一家との縄張り争いの用心棒になってくれっていいんですかい。まあ、早いや、そんなもんだねんな。それってと、喧嘩の時には真っ先に。あ、もう勇ましい役目だし。じゃあ、勇ましいのは勇ましいがね。ダメだしたろか。それがね。ふとなんだか、こないぎょうさん飲んだり食べたりしてもてもあきめへんか。ああ、おたかん。最前、どんぐり丸が来ても往生したんだせ。ああ、ちょっとこっち来てんか。あの子がね、兄貴の妹はんだんに、またあの妹はんに栗丸が通うてな、またお高はんも栗丸を拾うて振って振って振り倒したんだ。もう栗丸ももう川助だ。あ、紹介しますわ。こちらが矢次郎兵衛さん。こちらは北八さん。どうぞ。なあ、この人らが純粋の江戸っ子やで。ほいでな、おたか、その江戸っ子をな、若い者に教えてもらおうと思ってんのをみんな言え言わん。え、冗談でしょ。いつ誰が乗ってやした。やりやすよ。やりゃいいんでしょ。ほんまにうちの用心棒になってくれはりまっか。なあ、子分たちに江戸っ子を教えてくれはりまっか。江戸っ子でも短歌でも何でも。喧嘩のことならあっしのもんで。もう江戸っ子風の喧嘩の本家本元はおいらだ。古文書をみっちり仕込んでやろうじゃねえか。俺が下見返るとみんなってバーしゃんねん。あいつの二人ベラ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 しゃべるなんじゃね、漫才みたいに。ほらさ、口だかんわ。いっぺんコツンと言ってくまさる、ほんまに。
まさかお前。それがよろしょうま。あいつら近頃少しばかり見られた思って威張ってけつかんださ。かいがったらなあきまへん。しやしや、出くわしたろ。おい、みんな出てきたよ。さあ、あの二人にせえないな、サービス立ってや。え、今日からうちの用事分待った部屋がやな。さあ、もうこれから車で一回ぐらいちょっともう怖いことないやさかいな。あのこっちをな、せえがいどんどんと運んでや。お金はね、こっち持っちゃさかい。ね、食い逃げの心配はないねさかい。な、せえで持っていたってや。なあ、何がないねな。なあ、十郎はん。うん、なんや、顔つきはあんまり強そうないけど、大丈夫やろか。なんしろ、相手は雑魚場の顔役やさかいな。さあ、おい。なあ、おい、頼むかよ。いい、話したらいいな。みんなもっと逃げよって、えらいこっちゃね。あの近頃眼力酒場がえらい繁盛してるね。それもムカ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 してるね。矢先に今日俺らもボロクソやられて、いっぺんあいつらこっちもんと言わせたでも出るね。一触即発、先端開始やな。先端開始になったらな、どうしても敵の様子を見てこんなんね。誰ぞ、せっこに行くもあるか。おい、ロハヤちゃうで、ニット出せんで。トトロ、当たりました。いやいやいや、おい、みたいか、一人でね、一人でね、タコつくね、ニットが。一人なら、当てが行きますが。一触即発のこの時にあたり、こうしたる江戸前の短歌を練習し、得得するということは決して無理じゃなかろうと考えるのである。戦いは最初の5分間、最初の言論戦によって勝負は分かれるということは、古今の歴史にもっても明らかであるということは私は思います。そやさかいに、ただいまより始まる八次郎兵衛北八両先生の講義をは心して知られることを願う次第であります。どうぞ。いいかね、先生の口の開きようをよく見て、その通り真似るんですよ。みんなよろしいか。では始めます。おいで。もう一度、今のは漢字が出ません。はい、だいたいよろしい。では次へ移ります。今度は、少々長いですよ。ベラボーメ、てめえらに眠られて取るべ。はい。ベラボーメ、てめえらに眠られて取るべ。ダメダメ。終わりの方ができない人がだいぶあります。あ、そこのお高さん、あなた一人でどうぞ。はい。ベラボーメ、てめえらに舐められてたまるけ。大変よくできました。皆さん、お高さんをよく見習って。では今度はお姉ちゃんも一緒に、みんな一緒に。はい。ベラボーメ、てめえらに舐められてたまるけ。はい、よろしい。今度は張り倒すぞ、どてっぱらを蹴るぞ。はい。張り倒すぞ、どてっぱらを蹴るぞ。あのお姉ちゃん、はい、あんた少し色気がありすぎますな。あの一人でもう一度。張り倒すぞ、どてっぱらを蹴破るぞ。ずーずー、なんてまあ可愛い蹴破り方でしょ。ではみんな声を揃えて。はい。張り倒すぞ、どてっぱらを蹴破るぞ。はい、どうやらよろしいようです。では次。では次。え、どうしたの。いけ、何したんで。あ、今のは違うんだよ。今のは違うんだよ。バカ野郎、はっきりしろ。の時間はこれでおしまい。主君、今我々の患者のもたらしたる報告によれば、敵は盛んに短歌の練習中である。短歌とは口と舌の練習である。そやら諸君、そやかに我々は常に備えて喧嘩の用意がしてある。短歌と喧嘩似たようなだいぶ違うのや。えが系と他の字の違いや、桁違いや、桁違いに我々は強いんである。この自信を持って、我が栗丸一家は、国境的永遠の国策を図るために、あの眼力と十郎一家を
京国の顔を立てんといかんさかいに、京国の後輩、小西千里あり、神一層興奮、努力じゃろ。要は満足である。そろそろ行こうか。ゴであるが、歌の単価も上層教育の上から大いに必要とされるところであるというので、やじきた両先生がただいまから音畜を傾けはる。よう聞いてなはれよ。先生、どうぞ。ではただいまより唱歌の時間。みんな先生の発声をよく聞いて。では始めます。何やんでべらぼうめ、おいらの足を踏み上がって、すまねが聞いてあきれら、ぐずぐずぬかして手間取ると、どてっぱらを手破るぞ。わかりましたか。では今度はみんなで一緒に歌いましょう。はい。何やんでべらぼうめ、おいらの足を踏み上がって、すまねが聞いて、ストップストップストップ。なんという歌い方です。なんという切烈な歌い方です。もっと元気を出して、もっと歯切れよく歌わなくてはいけません。例えば、歯のいい人がたくあんを噛むように、ポリポリという調子で歌うんです。もっといい。何てやんでべらぼうめ、おいらの足をふにゃがって、すまねがきいてあきれら、ぐずぐずぬかして手間取ると、よてっぱらをけやぶるぞ。はい、女の人だけ。何してやってべらぼうめ、おらの足をふりやがって、すまねがきいてあきれた、ぐずぐずぬかしててまどるぞ、よてっぱらをけやぶるぞ。おるかせめるかしらへんか、着替えた腕がもう揺れて、
人で喧嘩には潮時があんだよ。そんなこと言うならうちの親父さんにその手際取りだ。まだねえな、負けとくれ。助けるにも潮時があるんだよ。頼みました。うちの一家を負けて縄張り捕らえたらあんたらクリマルの瞳ごくにならんがいまへん。うちあんなにも嫌やわ。あんなクリマルのようなもんに身任すくらいやったらあんたへんがったに。え、俺たちに本当かい。もうあかんわ。あかん言うても、とうがあかんのと違う。わてらがあかんねん。おお、待てったらさ、おい。はよ、そんなこと言わんとさ、はよ、はよ。潮時があるんだよ。やだやだ、はよ、潮時があるんだよ。潮時が、あるんだよ。先生も、あきめんは、とつけとくなれ。わてらにあきめんはいとくなれ。染め、さまつ、新婚旅行か。さあ、行こうぜ。
られ振られて道中すれば受ける日でつくにならぬやじさひださおいらの顔は千枚張りさ変わずの面に雨だれさ旅に疲れて振り分け荷物肩に重たく仰げば空にお前も流れる白い雲やじさひださそろそろお次へ急ごうじゃないか